さあ、ついに始まりましたガッキーの勝手に10本勝負、本日はですね、福岡県北九州市にありますピータウン800下糸津店にお邪魔しております。この企画はですね、投資の上限が10本で何が起きるか、何が起こせるかっていうところに焦点を当てた企画となっております。じゃあ早速ですね、ホールダーの方に行ってみたいと思います。とりあえずですね、一発目はオス番長で攻めたいと思うんですけれども、まあ入ってみないとわからないんで、入りながら探して頑張ります。頑張れるかな。たくさん、まあとりあえず、まあ、朝一じゃないんで、あれですよね、ゾーン狙いができる台がいいなと思いますね。ちょっとパッと見でなんとなく決まりました。まあもう結構の枚数出てますし、今153ゲーム、まあ、100ゲームぐらいで何か起こるかもしれないというところで、まあ最後へこんでますけど3000枚ぐらいは出てる台ということですね。はい、今日はですね、まあ1本で、あ、10本であんまり何もわからないっていう方もいるかもしれないですけど、例えば子役とかも数えつつ、なんか見えるものもあるかもしれないんで、ちょっとね、打ちながら、まあやってみたい、とりあえずやってみたいと思います。1本目、まずいきます。これが最初の1本ですね。まあ冗談ではもちろんなんですけど、オス番長なんで、弁当箱とか小チェリーとかも、ね、一応数えながら打っていきます。まだまだいけるぜ。とりあえず最初の1本153ゲームから回して182ゲームで終了。特に変わった子役は何も引けてません。ということで2本目いきます。これで200ゲームです。こっから何かしら屋上ステージとか行ってくれればありがたい。ちょっとまさかの行かないとかやめてよ。やべえ。108ゲーム2本目終了。さっきが183。1回前のボーナスが定日用ぐらいまでいってるんで、モード AB ちょっと分かんないっちゃ分かんないんですけど、まあ200のゾーンまでは回しましょうかね。なんかレア子役ですね。チェリー、ザクチェリー1個。延長かな。これで4本目です。次3本目は228ゲームまで回りましたね。お、
期の弱水ですかね、降格以降はしたかも。抜けるなこれ。レアクワーク、レアクワーク、なんか引け。4本目終了。255ゲームです。ですね、何も引けてないです。さすがに弁当箱ぐらいは結構出るかなと思ったんですけど、出ず。まあこのステージなんでどうしようかな。もう一本だけ行きましょうか。255ですけど、なんか出ろ。ひどいぞ、こんだけ回して。おお、やっと出てきてくれた。弁当箱が1個ですね。弱。でも弁当箱が出てこの方角っぽいところにいられたら逆にやめづらくなるんですよね。弁当解除はないかな。弁当解除なしと。やめようかな。まあ、今284ゲームなんですけど、モード B の可能性もなくはないですよね。まあ、とりあえず300まで回してみてから考えようかなというところで、もうちょい続行しますというところで6本目いきます。300で何も起こってくれなかったらもうきついですね、正直。わかんねえ。真理の道の一歩から、真理の道の一歩から。なんか起きろ、なんか起きろ。7本目終了。342ゲームなんですよね今。で残りが3本。でまだモード AB を判別もつかない状態でやめたくはないというところで、怖いけど回してみます。頑張ってベル引けばいいでしょ。これ8本目です。本当にいいよ、ベルいいよ。まだまだいけるぜ。弁当かな。本日3回目の弁当箱、当時8本目で出てきてくれました。共通で欲しいですね、共通で。チャンス目でもいい。まあ、ゾーンに限らず500でも解除しちゃえば当たりますから。そうそうそう、もうここから気
教えるよ人。教えこれ非常に厳しいですね。でも374ゲームで画面は広角かもしれない状態、残りの上限投手上限は2本、もういきますよ。はずだったんだけどな。やばいな、やばいなってばっかり言ってますね。ラスト位置いきます。え、はい、400ゲームは？ちょっと頼むよ。よし、どっちだ。もうお弁当、これが本日しみる4回目、最後の1本で。なんでこうなんか400とかに入った瞬間にこういうの引いちゃうんでしょうね。結局ゲーム数かどっちか分かんなくなっちゃうんですよ。いやー、リプレイか。これは上のとこには行くけど、もうどっちか分かんねえよ。ほい、残り9枚となりました。こんな半端なゲーム数です。よし、ちょうど10本ですね。435ゲーム終了です。はい、ということで実戦の方終了いたしました。今回ですね、オス番長全部で282ゲーム回したんですかね。で、得点薬がジャックチェリー1回、ジャックスイカ4回、他何もなし。得点薬以外にも、ジョーダンベルも一度も引いてない、そして特訓にも一度も突入してない、さらには、区切りのいいゲーム数でジャックチェリーとか弁当箱を引いたために、ちょっとモードもよくわからなくなっちゃいました。まあ、ただこの台をですね、僕は多分プライベートで打ってたとしても粘れないと思います。ということで今回の10本勝負は以上となります。まあ、何の参考になるかわかんないですけど、何か参考にできるものがあればしていただきたいなと思います。まあ、ボーナス確率もいい台ですけど、まあ、ああいうこともあるというところで今回は終了となります。ありがとうございました。ガッキーの勝手に10本勝負でした。